どうだ、アリン。十兵衛の様子は。ちょっと衰弱してただけさ。たらふく飯食ってぐっすり眠って、しっかり回復しちまってるよ。よ、アリン。野牛十兵衛、完全復活だぜ。早いな。で、俺がいない間に仲間が増えてるみたいだけど。私はハツよ。よろしくね、ジューベちゃん。お、ハツねえか。よろしくな。あたいはアリン。天界と一緒にこの比叡山を守ってる。ちょっぴりお茶目で可愛い二層さ。それにしてもジューベ殿、よくご無事でござった。もうちょっとで死ぬとこだったけどな。怪我はもう大丈夫なの？頭がチクチクする。胸乗りのカラスに散々つつかれてさ、大丈夫だよ。まあ大したことなくてよかったぜ。確かに。大阪の西洋病院。さようでござる。正式には聖イスパニア養生所。そこに大柄で腕に入れ墨のある異国人が運ばれたそうでござるぞ。それロベルトじゃないか。よかった、病院に運ばれたんだったら安心だな。待って、ソキ。聖イスパニア養生所って名前が引っかかるわ。まさかルイス・フロイス。どうしたのさ、一人でボケっとしちゃって。ソーキとお初、遠慮してるのかい？そんなんじゃねえよ。あの二人見てるとちょっとばかしがやましくなるよ。あたいの場合はあっちがいつまで経っても気づいちゃってくれないから。アリンちゃんが前回のことが好きなんだな。はっきり言うじゃないか。で、あんたはどうなんだい？ソーキのことはさ。お兄のことは大事な仲間だし、兄ちゃんのように思ってるけど、俺とかどうとかも好きじゃねえよな。惚れてんだよ。わかねえ。若いね。そのなりで言うなよ。ジュベ、ジュベ、大阪に急行だ。ロベルトの居場所がわかった。よし。妹にも構ってあげな。すっかりすねちまって、かわいそうに。あ、アリンちゃん。はあ、聖イスパニア養生所。今日行ってきた破壊力のみんな、みんなもと見せてもらおうかの。
鍵。そうそうそう、よし。もうしまいだよ。
気がする。
家康殿、早くロベルトを連れてこっからお逃げくだされ。私がこの現場ローゼンクランツの動きを止めている間に早く。通りだ。そうか。気にすんなって。で、あれ？ロベルト、日本語喋れるのか？ああ、隠しててすまない。実は。いや、まあいいや。その辺の事情は体調が万全になってからね。そうだよ。意識が戻っただけで、あたいは驚いてんだ。あんた、すごい生命力だね。まだ。動ける体ではないから、とにかく今はゆっくり休んで。私の顔に何かついてるかしら。いや、何でも